まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが淑女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、淑女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら。あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。分かってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。
あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。火花を散らせ。天クライオン。私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。足元に気をつけて。炎で剣鞘を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。
に気をつけて。痛くてもやめないわよ。怪人も残らないわ。豪華の法要。出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしている稲妻を、私たちバディが黙れと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ。おい旅人、頭が痛いのか。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。巫女が言ってたな。オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が。うまくできない。旅人、大丈夫か。なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。
いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば、私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく、ただそれだけです。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。願望の膨張は破滅をもたらすでしょう。隠れる術はありません。遅い、万雷をもって葬り去ります。くらえ。終わりです。遅い。あたいの最強の音を聞け。ミュージックスタート。ここだよ、風だ。
遅い。おっ、ライク、永遠の敵を減らす。元気出してよ。えい。やった。やっ。火花を散らせ。隠れる術はありません。遅い。あなたは永遠の礎にしてみましょう。終わりです。リッツは、いった。おお、火花を散らせ。やった。不安定な要素は取り除く必要がある。あなたは本気で退治すべき敵です。遅い。隠れる術はありません。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いは特に何時に宿ってよ。じゃから目を閉じるがいい。この目に泣きながら探してみてやる。厄介の深くに至るまで。あの子を守りください。やっと目に立たせるんだよ。メガリレーを廃止してほしいです。
天クライオン。ここだよ。逃げようなんて思わないでよね、雷鳴。ロックの時間だぞ。火花を散らせ。みんなを守るから。この世はまるで影のよう。ザー無念無双、一刀断絶。裁きはすでに下りました。足元に来る、うん、風だ。この世はまるで影の。あたいのことがもっと熱くなれ。裁きはすでに下りました。反逆の歌を奏でろ。裁きはすでに下りました。ミュージック。はあ。やった。でや。アンジの負けじゃ、エイ。はあ、ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる。前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずです。ええ、そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影。無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者。臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、
わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも、汝は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし汝の臣民が必要としているのは、汝の約束などではなく、汝の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、じゃが永遠は汝にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい。私？汝は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己すら見つめることをやめた。何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで。前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる汝も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてなぜ今再び光を放っているのか。ここは汝の一心浄土、汝の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわに会えて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、せっかくじゃから、ここ数百年間の出来事を汝に話そう。数百年もの出来事を話すなんて、どれほどの時間を使うつもりですか。千個の記憶力はいいんじゃ。数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。巫女、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚きでもあります。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び考える必要があります。最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後、ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いは、あやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外に、あやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、
希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず、真摯に熱く燃えゆく、そう、永遠に。ライデン将軍の一身浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。オイラ心配してたんだからな。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。早く行ってみようぜ。もう一回行こう。これはこれは、名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはガンほどきに。お前が呼んだんだろ。冗談じゃ、待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ、長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ、嬉しいに決まっておるじゃろ。ところで、その後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その度胸は称賛に値するぞ。正面から淑女を倒すとは、汝の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん。どうしたんだ。あれならわらわが差し出した。え、そうでなければいかにして残氷から汝の命を救ったと思う。残氷は今やファタスの第6位、実力においては淑女よりも上じゃ。わらわは自らの命を懸けて戦うような性格ではないぞ。もう何を言ったらいいのかわからない。エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによれば、もう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば、神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら、割のいい取引だと思わぬか。結果から見ればわらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。はい、仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。あ、そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。汝らがテイワット全土を旅するというのなら、
稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼としてこの先の道のことでも今までの疑問のことでもわらわが何時らに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか。人形の将軍を作った技術は今では失われている知識から来たものじゃ。神であるあやつにしかわからぬことなのかもしれぬな。じゃが何時らが興味を持ちそうなことはなくもない。エイが自身の神の体を改造する前、原型の人形を想像したことがある。じゃあライデン将軍は三人いるのか。いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、見た目も知能もエイ自身を設計に作られたものではない。いわば試作品じゃな。当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。しかしエイはそれを残酷と思ったのか、それの体内にある力のみ封印することを選んだんじゃ。その後あれはただの人のように己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい続けた。ファデュイに目をつけられるまでは。ファデュイ。そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。いや、封印前よりも強大になっているかもしれぬな。うむ、神の造物であり神の心を奪ったもの、原型の人形とは残票のことじゃ。そんなことがあったなんて。そうじゃな。偶然と言うべきか、運命と言うべきか。何時のような異教の者が雷神が変わったことを知っているとはな。稲妻の民ですら滅多に知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ、雷神バールが亡くなったって。うむ。じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創世の魔人なんじゃ。創世の魔人。彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルはバールのおそばとして影武者となった。バールゼブルは何時らも知っているあのエイじゃ。そしてバールは名を誠という。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い共に稲妻を治めてきた。よって人々が真相を知る必要もなかったんじゃ。魔人バールの名であれ、ライデン将軍の肩書きであれ、常に両者を指すものとみなされていた。あの時までは。あの時？数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが表舞台に出るようになったんじゃ。エイもショックだっただろうな、姉妹だから。エイが変わったのもあの時からじゃ。あやつが失ったものの中で一番大きかったのじゃろ。そんなことがあったのか。なんかだんだんエイのことが分かってきたな。でも誠ってどんな神だったんだ。彼女とは長い付き合いではなかったが、印象では優しい神じゃった。常に目の前にある輝かしいものを大切にしていたの。そうだったのか。すまぬ、それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃがもしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、はるか昔に神の心を自ら放棄し、天空の島とのつながりを断ち切っておるんじゃ。それはよかった。さもなければ雷神の眷属として
わらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ、オイラたちお前とは喧嘩したくないから。ナンジラが目的を達成できることを願おう。すべての真実を知るがよい。ナンジの妹の痕跡についてはわらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤトから借りた終末版の手下も含めてな。何か情報を手に入れればナンジに通達しよう。これも報酬の一部じゃ。稲妻の後はそうじゃな、スメールに行くのが楽じゃろ。スメールか、これまでにもたくさんスメールの学者には会ってきたぞ。うむ、スメールは知恵の神を持つ国。彼らの知恵と知識の探求は止まることを知らぬ。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。例えばスメールでは知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ。じゃがその決断をしたのが賢者たちかクラクサナリデビかは分からぬがな。クラクサナリデビ？なんか可愛い名前だな。お？知らぬのか。クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。ナンジラも彼女に確認したいことがあるんじゃろう。うまくいくことを願ってるぞ。そうか、わかった。そうじゃ旅人、わらわが送ったお守りはまだあるか。大事に取っておく。それだけか。わらわはてっきりナンジがそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これは英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということをこれから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで何時の願いは何じゃ。そうか、じゃがそれは何時の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。何時にとって願いとは浮世も正解も超え運命と共に輝くものであるはずじゃ。何時に神の目がないのはその願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅でそれを見届けてくるとよい。ナルカミ様、あの人が無事でいられますように。